はい、老齢厚生年金の年金額は、いつの時点の報酬によって決まるのですかっていうようなね、ご質問いただくことがあります。で、これはね、いろんな形での質問がありますね。最終の、報酬によるんですかとかね、退職前、1年間の報酬によるんですかとかね、まあ、いろんな質問があるんですけども、これは例えば日本年金機構がね、出されている、まあ、年金に関する老齢年金に関するパンフレットとか、あるいはホームページなどをね、ご覧いただけると、分かるんですけどもね、老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式の中に平均標準報酬月額とかね、平均標準報酬額という表現があります。で、これから分かる通り、まあ平均標準報酬月額というのは平成15年、3月までの被保険者期間の、各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月までの、厚生年金の被保険者期間の月数で割ったものなんですね。で、平均標準報酬額というのは、これは平成15年、4月以降の被保険者期間の各月の標準報酬月額と、それから標準所有額の総額、これを平成15年4月以降の被保険者期間の月数で割った額ということなんですけども、平成15年4月以降ね、総報酬制ということで、まあボーナスもね、一定の仕組みでもって、標準所有額という仕組みでもってね、年金額に反映するようになりましたので、その前後で平均標準報酬月額なのか平均標準報酬額なのか、変わっているんですけどもね、まあ全ての期間のね、まあ平均を取るということなんですね。報酬の平均を取る、平成15年4月以降は賞与も含めてですね、標準賞与額という指標で読み替えはしますけどもね、まあ賞与も反映するということなんです。ですから、最後の期間だけね、最後の月だけ報酬を変更するとか、あるいは最後の1年間だけ報酬を変更するとかによってですね、その最後の期間だけの報酬でもって年金額が計算されるというものではないんです。ただまあ最後の期間だけね、報酬を上げることによって、まあ、平均がね、平均標準報酬額が増えるのであれば、そのことによって、老齢厚生年金の報酬比例部分が増えるということはありますけれどもね、最後の期間だけでもって年金額が計算されるというものではありませんので、ご注意ください。